はじめまして、断捨離トレーナー講習生の伊藤京子です。いつもブログを読みくださってありがとうございます。今日は私が断捨離する前にどういうふうに暮らしていたか、断捨離してどう変わったかをお話しします。しばらくお付き合いしていただけると嬉しいです。先日、私は退職した夫と群馬県の草津温泉に退職お疲れ様旅行に行ってきました。とっても楽しかったです。今ではこうして夫との旅行を楽しめるようになりましたが、40代から50代にかけては旅行どころか家から出る気にもなれないくらいどんよりした毎日を送っていました。23歳で結婚して3人の子供に恵まれました。当時は地方に住んでいたため、子供たちは進学のために次々に家を出て上京していきます。私はものすごく教育熱心というわけでも、特別子供たちに手をかけていたわけでもありませんが、いなくなってみると心にぽっかり穴が開いたように寂しくなりました。その頃は私は母と一緒に暮らしていたのですが、母と娘という遠慮のない関係の中で、母の態度にイライラし、親子関係は悪くなるばかりでした。その上、単身赴任していた夫とも小さなすれ違いの重なりでうまくいかなくてギクシャクしていました。このままでは夫と別れてしまうことになるのではないか。そう心配した私は母との同居をやめ夫との転勤生活を選びます。夫と一緒に暮らすことになりましたが、長年気持ちのすれ違った夫婦です。そう簡単にはうまくいきません。子供がいなくなった寂しさ、母との関係の悪化、夫とうまくいかない虚しさ、私は心の調子を崩して生きる気力を失い、毎日をうつうつと過ごすようになります。そうしていつしかインターネットの世界に逃げるようになりました。最初はネットでニュースなどを読むだけでしたが、ネットを通して物を買うのに時間はかかりませんでした。知らない土地で知り合いも友達もいない私はネットで買ったものが家に届く、それだけが楽しみになりました。そんな生活が4年も続きます。大阪から福岡への引っ越しの時、段ボール140個、衣装ケース20個という引っ越し屋さんも驚くような量になっていました。この引っ越しで私は自分が持っているものの量に気づきます。この大量のものを初めてどうにかしたいと思いました。でもどうしていいかわからない。そんな息苦しい生活の中で、ようやく断捨離に出会い、物を手放し始めます。ただただ、ただただ物を手放していくうちに、夫とうまくいかない理由も、母にイライラする理由もわかりました。断捨離して一番大きく変わったのは、自分に対して素直に正直になれたことです。自分の食べたいもの、行きたいところ、やりたいことがわかるようになりました。そして、当たり前の毎日が送れることに感謝し、夫にありがとうが言えるようになりました。もう仲直りができないと思っていた母とも話ができるようになりました。そうしてやる気の出せなかった私は、今、断捨離トレーナーを目指すまでに変わりました。あなたも変わりたいと思った今がチャンスです。一緒に断捨離して部屋を片付けて、心を片付けていきませんか？変わると決めたあなたを私がサポートします。長い間やる気がなく買い物だけが楽しみだった私がどのようにして変わったのかを具体的に無料メールレッスンにまとめました。どうぞお申し込みください。最後までお聞きくださってありがとうございました。